それではまず、いい久保からです。千葉県のモーリーさんからです。20代、今後の安定考える。あ、やっぱそういうもんなの、お前も。最近は、そうですね、考えるというか、こう20代だから今後大丈夫かなとかっていうのは軽く。ああ、はい、あ、もういいことではもう考えるの無駄な考えやから、はい、安定なんかしないから一生。ああ、そうなんですか。だから不安定をどう生きていこうっていうだけのこっちゃな。ああ、無理すんな。はい。安定になろうと思っただけでも不安定やから。あ、なるほど、確かに。名言、名言もの。すごい名言。はい。出ちゃった。出てます、また。また出てます。毎回放送で出ちゃいますね。目の当たりにしてしまった。そうそう、ほんまにそうやからな、何が安定かとお前ないやろ。そうですね、確かに。で、安定になったって安定と思わないから。うん、月々、50万さえあれば、ええのになって、はい、なると50万になったらまた上目指してしまうから、人は。だから安定を目指そうとするのは、はい、無意味。無駄。なるほど。無駄な時間。不安定をどう生きるか。そう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 。はい、そういうことや。ほんで不安定の方が面白い。人生。振り返ってみて。安定した日々はいらない。はい、絶対不安定の方が面白いよ。面白ないで。あんただけやて。ちゃうちゃう。全然面白い。正直俺お前見てたら面白いもん。こら人を見てるのが面白い。ちゃうちゃうちゃう。ああ、楽しく生きてるなぁと。ああ、確かに楽しく生きないと。それしかないですからね。不安定やから、楽しみ大きいわけやから。そうですね。だから月々10万しか収入ない人にしてもやな、何か買った時に、まあ俺らみたいにちょっと収入があると、こうた時に、ああ、こうだなぁっていう感じやけど、その人、うわ、やっと手に入れたぞっていう、喜びが、はい、あるわけやから、うん、そっちの方が楽しいとは思うで。はい。わかります。まあまあ、赤ちゃんできるとまた違うけどな。うん、子供がな、はい。子供はもう貧しい貧しいっていうのもかわいそうやしな。そうですね。なあ。さあどうぞ。